まもなくカルドセプトセカンドエキスパンション全国大会1回戦第1ブロックの試合が始まります。携帯電話の電源をオフにしてトイレは早めに済ませましょう。マップはトリバネアゲハ。ルールは40ラウンド30秒 E カードなしサドンデスオンとなっています。さあ、全国10万人のセプターの頂点に立つのは誰か。ここ東京ドームも沸いております。実況はうつ主、解説はハイジ、よろしくお願いします。1回戦第1ブロックのメンバーはチュパ、キオ X、ボーカル抜群です。それではスタート。さあ、4人が出揃いました。楽しみですね。そうですね。まずはチュパ、これは風ブック、まずパウダーイーターできました。これはいいですね。珍しい。おっと、スペルがない。まずバリアを張った。もしかするとこれは破壊系ブックという可能性もあります。あらゆるブックを受け入れるこの素晴らしいマップ、アレス、ランドトランス、デモニックトレード、破壊、フルスペル、ゴフブック、何でも受け入れることができます。素晴らしいマップです。さあ、ホーリーワード X で必ず地属性は土地が取れます。順調なスタートのボーカルです。さあ、4番手抜群は火ブックですね。ほとんどスライスで必ず火の属性が取れるので火も有利です。さあ、4者4用、風、スペル、地属性、火と分かれました。さあ、まずはテレグノーシス。これは領地コマンドを、必ず全ての土地に領地コマンドを使用できるというスペルです。非常にこのパウダーイーターと相性がいいですね。どんどん増やしていきたいところです。さあ、 TOX さん、おっと出たボーゼス。これで破壊という可能性はなくなったが、果たして何か。ボーカルはもうドレインマジック、スペルが充実してますね。ホープ、プロフェシーとあります。ホープは2枚引いて、プロフェシーはアイテム、クリーチャー、スペルから選んで何か1枚引けます。そしてクリーチャーが出て充実しております。そして最も硬いガーゴイルを置いた2連鎖、これは有利ですね。さあ、火属性の抜群は残念ながら火の土地には置けなかったが、ボガートを置きました。珍しく地形変化スペルの中でクインテッセンスを採用しているのはちょっと珍しいですね。土地を副属性に変えるというものです。ホーリーラマを置きました。おっと、デモニックトレードです。1回戦からこんなブックが見れるとは。これは素晴らしい。ゴージャス置いてデモニックトレード、これはちょっと見物な展開になってきました。早速第1試合の初めてのバトルが始まりました。ドワーフ対ボガートの抜群、両方ともアイテムは使わずに落ちてしまいましたね。はい、順調に土地を取り続けているボーカルが有利と見えます。さあ、抜群はこちら2枚目のクインテッセンス。地形変化は 150G ですが、クインテッセンスは確か70か 80G と安いのが魅力ですが、どういうことでしょうか。さあ、取れる土地は取ろうとパイロドレイクできました。30、40なんですが、戦闘中はプラス20ずつになって50、60になります。これで倒せると思ったみたいですが、ボージェスを忘れていましたね。これはちょっと攻め損ですね。 HP が減った忍者もちょっとかわいそうな感じです。ちょっと魔力を無駄に使ってしまいましたね。ボージェスは忘れがちなので、応援は忘れないようにしましょう。ここにパウダーイーター置きませんか。はい、もっとバードが出た。バードもいいクリーチャーです。敵の土地に止まっても相手にダメージを与えると飛んでいって好きな
適当なランダムな空き地に配置されるというクリーチャーです。アップヒーバルも入りましたね。地形変化の枚数で土地の取り合いに勝とうという作戦でしょうか。はい、ウェザリング早速チューパーも2連鎖ですね。はい、これで土地取りとしてはここも置かないですか。おっと、デモニックトレード2枚目ちょっと早いですかね、これは。クリーチャーがいないのが少し玉に傷ですが、ヘイストボーカルは無駄なくカードを使っていると言えますね。スペルを使わないターンがほとんどないですね。そしてクリーチャーも廃止です。おっと、ドラゴンゾンビは風には置けないと。さあ、殴ってきました。パウダーイーターはちょっと増えられると邪魔ですからね。これは守るでしょうか。守りませんか。ペトリフストーンで80になって守ることはできたはずなんですが、守りませんでしたね。イフリートを採用しているというのもなかなか珍しいですね。 HP が60あるのはいいんですが、5手でちょっとスペック的には欠けるんですよね。おっと、ファウンテンを採用。これは面白いスペルを手にしてますね。ファウンテンはクリーチャーに泉の呪いをかけて、その土地に初めて泊まった人が 400G の魔力を得るというスペルです。自分が確実に踏むんでなければ他人を得させてしまうので、ちょっと使いづらいスペルです。デモニックトレード1枚捨てましたね、 TOX は。とまず5符を買う作戦に出ましたか。しかしそれはちょっと許さないでしょう。はい、やはりドレインマジック飛んできました。まあ、5符は買わせてはいけませんと。ちょうど白ボーナスを得てお金がいっぱいになったところで吸っちゃいましたね。そしてボーカル早くも最も落ちなそうなアゴリを上げました。順調に一人で走っている感じですね。はい、お、抜群のいい土地が取れたのではないかと思います。副属性の土地は城からここ1マス目と2マス目の副属性の土地は土地価値が50と低いんですけれども、止まりやすくて踏みやすいので良い土地だと思います。おっと、これは殴られるのを恐れてランドトランスを使ったのか、ランドトランスをブックに復帰させることを狙って1回使ったのでしょうか。お、プロフェシー、これはクリーチャーを引くでしょう。そう、ドリームキャスト版の、リンカネーションは必ず6枚手札を引くというスペルだったので、ほぼ全員が採用していたのですが、それが弱体化されて捨てたカードの枚数だけ引くという形になって、インカネーションを採用する人は圧倒的に減りました。その代わりにプロフェシーとホープが人気のようです、ドロースペルでは。順調にボーカルは土地を取っています。さて、こちらはクリーチャーがいない。せっかく止まったところにクリーチャーがいないのはちょっと残念。シュバさんは2枚目のウェザリング、そして2枚のクインテッセンス。ここはどうするか、交換ですか。殴られるのを嫌としましたね。手札にパウダーイーターを持ってきておきたいのでしょうか。おっと、ここはパーミッションですね。そう、このマップの定石はパーミッションを持っている時に左の離れ小島に行き、5符を買って帰ってくるという作戦ですね。はい、突き抜きが起きました。まだしかしデモニックトレードを使うにはクリーチャーが少ないですね。まだは 0G で使えるようになりましたんでね。急
スでも使いやすいです。さあ攻撃に許すまじ、デモニックトレード許すまじ、後の TOX を恐れてここは叩いておきますね。いやー素晴らしい。地属性はどうも守りというイメージがあるんですが、 ST 高めのリーチャーを多めに入れて攻撃もできるようにしている構成がなかなか良いと思いますね。さあやることがない、クリーチャーが出ないのでオリバード X でとりあえず攻撃値のレベル3を超えておきましょうという感じですね。まあ、オリバード X とヘイストもこの面ではより多く採用される感じです。なんとアワーグラスって、何に使うのか。アワーグラス、お、いい土地に置けましたね。ここで横横に伸びれれば結構な連鎖になりますよ。エスケープですね。さあクリーチャーが出ないですね。ちょっとそこは辛い。 TOX、1人、おお、ここでまたヘイスト、ヘイスト、うん、ブックに無駄がないというか必ずドローして使うといういい構成ですね。しかもさっさと一人で2周してしまいました。ボーカルだけ一強、一人伸びて3人が追うという形ですね。これ意地でも許すまじというボージェスを叩くために移動しましたね。まあ、レベル上げでも良かったと思うんですが、まず叩く方を許すにしました。さあ非属性の年もだんだんと増えています。このパイロドレイクにアップヒバルを打ったことで、まあ、パウダー痛みは攻めてこないだろうというのが見えますね。お、うまいですね。ホーリーラマで次のターンの踏みを回避しました。さあ右に走ってからパーミッションが出たのがちょっと辛い。シャッター、シャッターではなくワイルドグロス。おお、なるほど。これで何連鎖ですか。もう3連鎖レベル3。いや1人で伸びていますね。しかしゴールは 7000G、 まだまだ遠いです。こちらはクリーチャーがようやく出た感じですね。そしていい位置に置けました。次にアップヒーバーでしょう。シューバーさんはおっと、コールドトーテム、ゴールドトーテムは領地能力で、領地能力を使ったセクターに 300G を与えるというファウンテンゴールドトーテムといい課金ブックですね。これはベストメント、これも使いどころがないので捨てました。なかなかクリーチャーが出ない TOX は少し辛い状況ですね。でボーカルはクリーチャーもアイテムもスペルも充実していい感じですね。何を消すか、ランドトランスですか。そうですね、ランドトランスはブックに復帰して使えるので削っといた方がいいですね。できるときは消しましょう。まあ、どっちかというと地形変化、後で邪魔になる地形変化を削っても良いと思うのですが、アピール、とりあえず使えるときには使っておこうという作戦でしょうか。アップヒーバルでこれで抜群も3連鎖。魔力自体は少ないのですが土地は順調ですね。おっとパウダーイーター出ました。しかし残念ながらダイスゴアルコッケーズ。次 TOX は、またアイテムか。全くクリーチャーが出ないですね。これはちょっとデモニックトレードには辛い状況です。さあボーカルはヘイス、いいですね。その前にリバイバル、リバイバル、いいアイテム、クリーチャーは使い切ったと見てリバイバルでブックを初期状態に戻します。そしてレベルは上げず、意地でも殴ると。ボージェスは邪魔と。ボージェス、しかしこれは守るでしょう。アイテムは充実していましたからね。守りますね。このシャドウアーマーはレベル1の土地なら HP プラス60という安くてお手軽なアイテムです。さあ守りました。
さあどうしますかね。ここは土地変化かレベル上げか。地形変化で、おお、これで4連鎖、しかもいい土地が取れて4連鎖なので、なかなかいい配置。お、メズマライズ出ました。 DS 版にはメズマライズないんで、これはなかなかのキーカードです。敵セプター3人の中から好きなスペルを奪ってそのまま使えるというめちゃくちゃ強いスペルです。これが 3DS 版では採用されるかどうかというのはちょっと疑問ですね。サーガにはセフトというそのターンで奪うというだけのカードはありましたが、果たしてどうなるでしょうか。さあ攻める。なんとゴールドトーテルムも許さない。ボーカルはなかなか攻撃的ですね。これは守るでしょう。おっと、守らなくてもよかった。ボージェスがいましたね。これはまたボージェスを忘れていたのでしょうか。トラペゾン、珍しいアイテムを採用しています。トラペゾンは、戦闘中バールに変身して50-50先制というクリーチャーに変身します。その代わり手札を1枚消費、破壊されてしまいます。ファウンテン、さすがに使いどころがなく捨てました。とメズマライズ、果たして何を取るのか。そこでよほど欲しいというものはないと思うんですが、パウダーイーターを削るのもちょっとクリーチャーなくなってもったいないと思うんですが、ペースと奪いましたか。ちょっと足が遅いのが気にかかっていたのでしょうか。さあこれはゴフを買いに行くのか、パウダーイーター増やす方向ですかね。あ、やはりこれで千葉も風属性4連鎖、なかなか追いついてきましたね。しかし土地の状況とを考えると、お、プラスサイド出ましたね。ようやくキーカードが出たという感じですが、置けるところはあまりない。エーストは奪われましたが、オリバードは X が出るという、ドローはボーカル最高ですね。さあどうしますかね。これはレベルを早くも3周してレベル4まで上げましたね。いや、一気に走って相手を寄せ付けないという作戦ですかね。1人 2800G、 あとはちょっとついていくのが苦しい状況ですが、アイボリーアイドルが見えましたよ今。はい、お、トゥーンリープで、これはちょっとヘイストの678で3分の1の確率で256を踏んでしまうというのをちょっと怖がっちゃったんですかね。まあ仕方がないでしょう。これはもちろんブラスサイドの奥でしょう。ああ、まず地形変化からにしましたか。ブラスアイドルに交換とも考えられたんですが、とりあえず水の2連鎖を作っておきましょうと。おっと、バインドミスト、ここはどこにかけるか。バインディングミスト、おお、一番厄介な倒しにくそうなガスクラウドにかけました。さあ抜群は、おお、いいとこで X が来ましたね。まあ、なかなか踏みは発生しないと思いますね。城の横2マスが一番踏みやすいところで、それ以外は皆さん足で越える可能性が高いと思います。さあ、またテレグノーシス、ルピーと血が取れましたが、ここは置かず、やはりいいですね。このホーリーラマはホーリーワード6をかけることができるので、氷河口を避けることができますね。うん、足が遅い。 TOX だけ1人遅れているという感じですね。デモニックトレードは果たして使える時は来るのか。さあ攻めましょう。このホーリーラマも嫌がった。いやー、地属性ブックなのに攻撃的な構成ですね。これは殴るでしょう。
うおー本気だ、お互い本気。すごいですね、気合が違います。セフタではなく本当に殴りに来たというところがすごい。いやー ST がボーカルだけ高めで誰でも殺せる体制になっているというところがすごいですね。それでいながら守りも安定していると、1人ボーカルだけが走っています。他の3人は果たして追いつくことができるのでしょうか。ここにも話題が置かないですね。あとボーデス2枚目が出ました。デモニックトレット2枚捨ててしまいました。さすがに使えないですね。おっと足が遅すぎる。ティオはちょっともう戦線離脱か。おここでヘイストを入れる。ヘイスト、カードはないのにいいところでいいものを引いてくるというボーカルのドローは素晴らしく冴えていますね。そしてここでクリーチャーを置くか。殴る殴る、意地でも許さないデモニックトレード。ドラゴンズフォージェス、そして守る。ボージェスはいなくなったけれどもゾンビは残ると。まああるなら守っておいた方がいいでしょう。いやそれにしても全く安心してあげさせない、やらせないというボーカルの場の支配力はすごいものですね。さあ抜群はクリーチャーが出てるんですが、なぜか水の土地によく止まって置けないということが多々ありますね。さあ殴られる前にようやく課金ブック成功、 300G 手に入れました。さあプラスアイドル、これはさすがに交換してプラスを置くでしょう。おお、ようやくこれで。しかしブラスアイドルは他のセプターも得してしまいますからね。いや順調ですね。これ土地何個目ですかね。You've got a reward. Good luck to your next journey. 一気に、一気にレベル5まで上げた。5まで上げて、抜群2位に躍り出ましたね。ここ、土地価値が 50G と低いので 750G の増してレベル5まで上がると。おっといいカードが出た。ナイトフィンド。ナイトフィンドは先制で土地のレベルかける。20の攻撃力だから ST100 まで出ますよ。落ちるんじゃないですか。そしてスクイーズでガスやソーンを壊した。今素で止まっていれば落とせてましたね。デモニックトレード3枚目、さすがにもう捨てられないか。捨てた。もうこれは諦めたのか。諦めたわけではないけれども、ドロー2周目のカードにかけてるんですかね。エスケープでスチームギアを置いて次パーミッションという、エスケープもなかなか使える、このマップでは使えるカードだと思います。おっと今踏んだら落とせてましたね。ラクサス、ラクサスプラスボーパルソードで80強打で120まで出ましたね。ラクサスで5復が3回ありました。しかしまだ5復、対策カードはいろいろ入れられたんですが、ラクサス、ダンシングドール、ヒートインクと出たんですが、やっぱりコラプション一択で、まだまだ5復が強いですね。おー、ランドトランス素晴らしい。次に移動攻撃をされたら落ちるので、ここはランドトランスで魔力に変換しておきました。手持ち魔力が 2000G という素晴らしい。さらにラクサスが嫌なので横に逃げました。バインドミストも外れました。
アバランチ。出た。アバランチ。これも採用している人はめったにいないんですが、レベル5の土地に30ダメージと。30は特殊能力を持った拠点になるクリーチャーが結構いるので、それを一撃でやっつけることができます。例えばナイキ、ケットシー、アンダイン、あとはグリマルキーですよね。しかしアバランチをわざわざ採用することもないだろうと思います。さあこれはゴフを買いに行くでしょう。さあ殴るか。殴りますね。本気ですね。毎回本気。おっと、ここはボーファルかと思ったんですが使いませんでしたね。相手にトラペゾンがあったので、トラペゾンを使ってくると見てアイテムは使わなかったんですかね。いや、戦闘が多発して面白くなってきました。まだまだ先は長いです。ゴールは 7000G です。またアイテムが出た。結構アイテムが充実してますね。ここでエスケープでアイボリーを置きますか。なるほど。火のノーマルクリーチャーを多用して、さらにトラペゾンとガセアスホームという安めのレア度が低いものを採用して、そしてさらにクインテッセンスも導入して、ノーマルが効くようにしてますね。はい、レベル4に上げました。これで、3強1弱という状況になってきました。あ、ようやくスパルトいきましたか。今まで1枚も見えなかったスパルトがあって、4枚目のデモニックトレードもついに捨てた。まずはバリアですか。そこまで恐ろしいか。そうですね。しかセカンド X の環境ではサプレッションというカードがありまして、スペル、全員のセクターのブックからある1種類のスペルを全て消すという、デモニックドロイド消されたらもう終わってしまいますからね。バリアは必須なのでしょうか。はい、ランドプロテクション、ガンプロで固くしました、はい、DS 版では地形変化のスペルがレベル3までしか効かないんですが、まだこのセカンド X 版ではレベル5まで地変が効くので、ガンプロはまだかなり有効です、はい、さあボーパルソードで本気で殴りに来た。スティンクボトルが消せない。スティンクボトルはグレムリンアムルに近いんですが、相手の道具と援護クリーチャーしか消せないですね。しかも生き残った場合は、ブックに復帰するという能力から、そして安いというイメージでスティンクボトルを採用する人もいますが、普通にグレアムの方がやっぱり良かったのではないかと今の戦闘を見ると見えますね。抜群は2位ですが、潜在的には1位ですね。おっと、の魔力で一気にレベル5追い抜いたんじゃないか。サドンです。来た。 7000G の目標魔力の1/2、 3500G を誰かが超えてそのラウンドを終了すると音楽が変わり、サドンですが発生します。サドンですが発生すると、誰かが踏んで魔力がマイナスになった時点でゲームが終了してしまいます。今の場合 TOX がかなり危険な位置にいます。さあ今ランドトランスで魔力を得て五歩を取りに行きましたね。おお、まずはパーミッションですね。パーミッション、そして2枚目のブラスサイト。これでブラスはもう2個は落ちないでしょう。
おお、いいところでホリーワード X 出ました。ホリーワード X、 毎回ドローがいいボーカルです。今先踏んだら落ちませんでしたからね。ガスガスフォーム持ってるから一気に超えて、さらにゾンビも殴ると。これはボーカルと抜群の二人の競り合いになってきた模様です。ゾンビは戦闘終了後に HP マイナス20になってしまうので、ほぼやられてしまいます、ね。まあ、さらにデモニックトレードが苦しくなりました。さあ抜群もカードは充実して、つまりまずヘイストフライですかね。これはいいですね。このまままっすぐ伸びていくのか、一波乱あるのか。レベル上げませんでしたね。さあチュパは可能な限りゴフを買うでしょう。50枚きた。ここは恐れていられないですね。そして土地も取った。いい感じですね。非常に順調です。アイボリーアリトルが置いてあるのは忘れちゃいけません。ここはスパルトイ使うでしょう。きた、1枚目スパルトイ。スパルトイ、ようやくスパルトイですね。おお、さらにいい位置。こっちの右の島は誰も歩きに来ないので、こっちが落ちることはまずないです。こちらにクリーチャーをたくさん置くのがデモニックトレードの作戦といいましょう。おっと、ヘルブレイズできましたか。フュージョンではなくヘルブレイズを採用。ヘルブレイズは ST20 以下のクリーチャーに強打なので、 ST60 の巻物攻撃ができる時があるので、フュージョンよりも強い場合があります。これアイボリーを殴りに行くでしょう。邪魔と見た。アイボリーアイドルがあると地形変化スペルが 150G が 300G になってしまうので非常に邪魔です。しかし守るでしょう。やはりアイフォリーアイドル置かれたら、置かれた1人以外の他の3人はものすごく邪魔という感じですもんね。殴らざるを得ないですね。で、最もアイフォリーアイドルが嫌なのが今苦戦している TOX ですね。なんとデモニックトレードは1回打つのに 200G かかるんですが、それ以外 400G かかってしまいますから、ね、おっと、いいクインテッセンスの使い方です。相手の連鎖を落としました。地形変化スペルは多く入れても最大4枚までなので、それにクインテッセンスを加えることで5枚以上の地変スペルを入れたことになり、打ち取りで相手より優位に立つという作戦なのでしょうか。はい、僕50枚買ったのにまだ金が余ってません。おっと、なぜか右上にいたアイボリーアイドルが嫌なのか。これはそうですか。今左上に行けば空いた風の土地が取れたはずなんですが、取りに行きませんでしたね。左上の風の途中は取れるけど、その一歩先に 2000G の通行量の火の土地があったんで、それを嫌がったんでしょうね。アイポリアイドルがいなくなって喜んだのはこの TOX。 おー、ボージー添えた。さあ、ボーカルかなり攻撃的ですね。おー、忍者もあるからね。忍者、ヘルブレイズ、ボーカル、充実の。アイボリーアイドルがなくなったところで早速ワイルドグロース。自分ではなく、レベル5、火の土地、抜群の方にかけましたね。これはちょっと、1位の独走を許さないという作戦ですね。この土地をさらに移動して火の土地を一気に2個落とすと、
やー強気のブックですね。ガンガン落としていきますね。安定した土地を作らせないという形で場を支配する作戦ですね。さあ落とされた抜群はどうするか。アップヒーバル引いてこないとあそこの土地がちょっと無駄になってしまう。なので相対的にやはりサプレッションは強いと思いますね。邪魔な相手の地平変化スペルを全て消すという意味で採用されていてもおかしくないと思うんですが、インフルエンスも安くていいですね、はい、インフルエンスは最も多く持っている土地の色に変えるという、それが確か 80G か 90G でできたんで安く済みますね。さあフライデー691は攻めて超えてくれ。なんとこれは脱落。フライで4が出るとは。せっかく買って5分も手放し、これはもう這い上がれないでしょう。さあついに踏みが発生して、先ほど地形変化で抜群の土地も落としているので、かなりボーカル1人有利という形になっているでしょう。さあさらに虎視眈々と奪おうとします。これアイテムがなければ落ちますよ。アイテムが来なかったかランドトランス、こういうところで使えるのもランドトランスのいいところです。攻めにも守りにも使える、連鎖を増やして金を増やすのにも使えるが、落ちそうな自分の土地を監禁して守るという、やはりランドトランスは強いですね。しかもブックに復帰していますからね。さあ先ほどサドンデスの時音楽が変わったのは抜群が 3800G に行ったからでしたが、今はボーカルがまた追い越して1位になりましたね。さあインフルエンスで風に変えました。下の風のゴフは50枚持っています。そして風の土地も取った。非常に有利な展開です。まだまだ諦めていません。ボーカル1人で走り抜群がついていく。ティオ X は691を踏んで沈み、シバはゴフを買って密かについていくという形です。おっと先ほどレベル5だった土地にスパルトよりのスケルトンが置かれました。さあマナが出た。いやー非常に有利ですね。そしてジャイガンテリオ50-60強いですね。こいつも ST と HP が高めな緑クリーチャーで染めていますね。さあここはどうするか、レベル上げか土地を戻すか。おお戻しますね。 300G ならまあ安い方ですか。金はたくさんもらいましたしね。それでも金がまだ1500は待っていると、レベル上げして終わる可能性もまだないですからね。もう1週半ぐらいで終わる可能性がありますね。まだ辛いですか。ヘイストをすると576に止まる可能性があるんですね。うまく光学士は避けましたと。常にヘイストを使えば避けられると。はい、またファウンテン。しかしファウンテン、そうプレグノーシスと一体どうするんだ。どうするんだ。砲台では増やせるところもないし、ポリダマもいなくなってしまったし、交換ですか。あ、なるほど、また監禁するわけですね。はいはい、今思い出しましたが、テレグノーシスとホーリーラマを使えばファウンテン、テレグノーシス使った後にファウン、ホーリーラマのホーリーワード6を自分にかけて、でその止まる先にファウンテンをかければ 400G という作戦ができるわけですね。テレグノーシス、ファウンテン、ホーリーラマ、そしてそれとパウダーイーターを組み合わせたというシナジーを考えたブックだったわけですね。なるほど。さあスカルプチャー、
スカプチャーは HP30 以下のクリーチャーを全てスタチューに変えてしまうという、ものすごい。しかし3匹だけでしたね。大抵は先ほども言ったようにナイキーとかグリマルキーとかガスクラウドとか嫌なやつがいっぱいいるんで結構効きますね。こちらもシナジーを考えてありますね。あのヘルブレイズは SP20 以下のクリーチャーに60の貫通攻撃なのでスカルプチャーを使った後のスタチューには必ず60ダメージ入るんで素晴らしい、よく考えてあるブックだと思います。さあ抜群は土地は取られたが金はいっぱいあると、どうしますかね。おっと躊躇するのか。ウィルボイスプは戦闘終了後残った HP の分だけ相手からすいませんと、ただ吸うわけがないと。火の年を意地でも取りに来た、せっかくスタチューに来てくれたから。おお、自分のアイテムが削られようが気にせず取りに来ました、ね、やっぱ土地の数が重要です。これで4連鎖また元に戻しましたね。しかしトラペゾン、先ほどもガセアスフォームを破壊してしまって、トラペゾンのバールはガセアスフォームが大好物のようです。さあシファさんはいいとこ止まったので監禁します、ね、しかし先ほどから監禁したりはしているが、こっちレベルをあまり上げていないのでそんなに伸びてはいないです。アンチマジック2枚、どうでもいいですね。しかしもうこの際バリアよりもアンチマジックの方がどうせ誰も抑えてこないんで使えるような気がしますが、おっとスパルトに聞いてみました。まだ諦めてはいないですが脱落、踏んだら終わりという形ですからね。サドンデスもう入ってますからね。さあどうなんでしょうか、この光学地を歩いて抜けられるのか。おっとシャッターにチャリオット、本当に攻撃的な地属性武器ですね。さあ、どこを投げるんだ。今度は敵は貴属性を持った抜群だと見て許すまでこれ全力で振るでしょう。やっぱりすごいな、意地でも相手の土地の連鎖を許さないという、場を支配する非常にいい武器だと思います。あまりこの面で攻撃的な武器というのは見ないような気がしたんですが、これもなかなかすごい考えられたいい武器だと思いますね。まあ、土地の連鎖を許さなければ少し金が余っていたのでレベルを上げといたという感じでしょうか。後で地形変化を打つつもりでしょう。144の振り込みを嫌がったというわけではなく、火の年を取りたくてまた取られた土地を取り返したという形になりました。4連鎖に戻しました。さあアバランチはもうあまり使えないでしょう。チョパはチョクマカと壁土地を取っているんですが、おお、いいですね。ウェザリング。まだまだ勝負になります。さあ、アンチマジックはいらないというか、ここはスパルトでしょう。エルガハローもまあいらないというか、攻撃武器はいらないと思うんですよね。守りの方が必要だと思うんですが、どうなんでしょうか。クリーチャー移動。なぜ移動したのかは、次のランボにわかるでしょう。おお、マナ。いいですね。これはほぼ安定して一気にレベル上げすれば7000には届かないまでもレベル5に上げるでしょう。どうですか。わーっと上げなかった。意地でも貴属性の年を許すまじという。先ほどチャリオットを使ったんでチャリオットで攻撃するのも視野に入れてますね。しかし移動したその先にパイロドレイクを迎えたという、これはちょっと不運だったとしか言いようがないという感じですね。
さあ、もうランドトランスの使い道はなくなったと見たか、はい、ちょっとアイテムを持ちすぎでしょうか。今188を踏むのを嫌がって下に行ったんですね。さあ576を踏まないことを祈ります。はい、総魔力は778なんで踏んでも大丈夫なんですが、あ、先ほど移動した理由がここにあります。ゴブリンズレアを引いてくるのが見えていたんですね。ゴブリンズレアは今いる土地にゴブリンを配置するというスペルです。空白地でなければ使えません。しかし足が遅い。シャッターシャッター、いいところでシャッターですね。シャッター2枚、これは何か削るでしょう。抜群の何かを削ると見ましたが、おお、ランドトランス、さすがに先ほどから2回もいい場面で使われてますからね。これは削っといて悪くはないでしょう。さらに移動して、これ元誰の土地だ、まあ、元ガスクラウドだった抜群の土地ですね。これも許さない。本気だよ、すごいな。地でも火の連鎖を許さないというこの姿勢は素晴らしいですね。抜群にとっては結構辛いですが、また4連鎖に落ちましたか。おー、いいとこで X が出ましたね。これ840万、ちょっと踏んだらほぼ終わってましたからね。しかもホリワード X でもう一個のレベルの高い土地も超えられるという、なんていういいドロー、ガスアイドルのおかげですね。さあ、ボーカルが一人で4500で走っている。果たして誰が止められるかというところです。さあ、これはどうするんだ。クイズで何を削る、何を削るんだ。1位のボーカルからシャッターが嫌だったか、シャッターが嫌か。まあ、3位にシャッター飛んでこないと思いますけどね。オフを売りますか、買う方向かと思ったんですが、売りましたか。買い足して一気にレベル上げるというのがいいと思ったんですが、さあ一周しました。これでデモニックトレードが復活しました。しかしデモニックトレードを打つお金もなし、目の前には576の土地。正直もう脱落でしょう。あ、なんとかようやく周回して、この移動は何でしょうかね。おっと、30ラウンド、イクリプス来た。イクリプス、これがもし見えていたのか。先ほどは、ゴフに対する対抗策はコラプション一択だと言ってました。コラプションは持っているゴフの数かける10のダメージを与えると、50持ってたら 500G 相手にマイナスさせるというんですが、イクリプスは持っているゴフ20枚を捨てさせると。これももしゴフ価値が高くなっていれば相当いいですね。いやー、しかし本気で攻めてきますね。さすがにここは取られては痛いと見て守りに入りました。ギリギリ10残って守れました。ナイトフィンガーはレベル5になれば、土地がレベル5になれば強いんですが、レベル1ではちょっと弱いっていう感じですね。あ、これこのナイトフィンガーを守るためのアワーグラスだったんですね。しかし忍者強いな。おっと、いい土地が取れた。抜群は先ほどから見てますと巣のサイコロが非常にいいですね。毎回空き地に泊まって毎回クリーチャーを置いているというイメージがあります。さあ、テレグノで何をするか。おお、またダメなダイスが出ちゃいました。今128を踏んでしまいそうになったので、おっと、デモニックトレード出た。そろそろ使いどころか、そろそろ使いどころか。いや、まだ手札にはなかなかいいものがいっぱいあるので、まずパーミッションですか。もう30ラウンドなんで先は
見込めないと未来はないと思うんですが、しかしバードがありましたね。バードは相手を殴るとランダムな土地にワープします。さあわずかでも機体をつなげていますね。さあ土地を、お、いいとこ取れましたね。これで何個目ですかね。そろそろデモニックソレードが見たいところです。あ、ホープ来ました。非常に、おっとワイドグロースも来た。ワイドグロースで自分の土地を上げるか。あ、まず下げたか。今チュパは3位なのでほっといてもいいと思うんですけどね。2位の、いつなら2位の抜群か、それとも取っておいて相手に地変を打たれた時に自分の土地を地属性に戻すために使う方がいいかと思いましたが、どうでしょうか。あともしかすると抜群がそこを踏むのを嫌がったのかもしれませんね。お、アワーグラス来ました。ライトピン同様ですね。さあどうするか。戻しますね、ウェザリング。不毛な地変合戦、これで試合が長引くのが嫌だと言って、大宮ソフトは DS 版ではレベル3までしか地変は打てないというふうに変更したそうです。おお、またスパルトいった。これはいいじゃないですか。スパルト順調に増やしてますよ。おー、しかも右下の土地誰も来ない、来ない土地に一人来た人がいるけど、次はゴブリンズレオンも使える。非常にいい感じですね。しかしもう33ラウンド。おっとドレインマジック出た。もうこのボーカルの安定は落ちないか。抜群 2388G も持っている。なんと 716G 吸った。さらに忍者でゴブリンの土壌を落とす。これで森何連サムだ。これはまずい。非常に流れはボーカル寄りです。もうこれはほぼ誰か地形変化でちょっと止めるぐらいしかできないでしょう。いやー、ドレンマジックプラス6連鎖、5463まで来た。しかもお金を相当持っているので、これレベル上げして城に到達すれば勝ちですね。果たして誰か止められるのか。ここで足が出ました。エイストフライでグッド。まだ 600G 吸われてもまだ1600もある。さあレベル上げ、あっと一気に5まで上げた。まだまだ負けていない。それでもレベル上げてもまだ3300、差は 2000G。 さあ追いつく気配がない。誰か止められる人はいるのか。アバランチぐらいしかないが、アバランチで落ちるような土地はない。さあテレビので何をするのか。ボビー山をかける。なるほど、なるほど、テレグノとラマ、なかなかいい組み合わせですね。アンチマジックスか。もっとゴブリンズレア、いいですね。しかしもう遅い気がします。全くついていけない。ここからで移動するでしょう。次もゴブリンズレア使うのが見えていますと。さあプロフェシー、さあ盤石ホープを使います。ここは引いていきたいのは足スペルと地形変化でしょう。さあ何を引いてくるか。ガーゴイル、おっとヘイスト、これは素晴らしい展開です。一気に城が近づいてきました。ここはレベル上げでしょう。もう一個ぐらいレベル上げれば、おっと6100、もう1個ぐらいレベルを上げれば一気にゴールという形ですが、さあどうする、さあどうする。アップヒーバルで、アップヒーバルで落とすかと自分に当たった。まだ諦めていないということですね。相手ではなく自分の連鎖を伸ばして、しかもダイスはいいですよ。
レベルを、おっと一気にレベル5、2個作った。追いつくんじゃないかこれ。おっと 5080G まで来た。すごいぞこれは。 5080 まで来た。こちらもブックが一周しました。ちょっと千葉は伸び悩んでいますが、おっここで見せた技、ホーリーラマフライです。ホーリーラマで6を自分にかけておいてフライを使うという、見せましたね。12マス進めるという技です。ここで一気に高額値を3つも超えました。さらに移動、そっちですか。さあドメズレアかベストメン、何をするか。おーボージェスはもういらないと見た。スパルトイできた。スパルトイでこっち、おーゴブリンズレアいらないとしたか。おっと、しかしスパルトイ自分の土地に読みた。ゴブリンズレアと同じような感じになってしまいました。そのパミションも使っているので、次に白ボーナスが入りますね。しかしもう遅い。おーっといいところでクリプスさんもういらないんだ。これは武器が来れば、武器が来ればレベル5が落ちるぞ。ゴーパルとヘルブレイズが入っているから。おー来たー、バインドミスト上げた途端にバインドミストが、これは危ない。武器を持っていたら落ちていた。そしてこっちもレベル上げ盤石です。6879G までいた。相手を落とす体勢でもあり、自分が上がる体勢でもある。素晴らしい展開です。さあ X ね、おっとここ止めたかったんだが、ゴールからペースと思ってるから次ゴールする可能性があるので、クインテッセンスで止めたかったんだが、今クインテッセンス打てなかった。おこれはうまい。ホーリーワード X を使って自分の魔力を少しマイナスにしておいて打っ払いましたね。そこまで読んでのレベル上げだったのでしょうか。でも落ちそうなユーゴリスクを打っ払いました。さあこれも踏むのが怖いのでプレニプに逃げた。砦を2つ回ったんでちょうどいいですね。さあ TOX は1人蚊帳の外。スパルトイまだ諦めずにスケルトンを配置する。スケルトン、おっと東でスケルトン王国を作っています。さあどうするんだ。おまたいい土地に来た。少しおおギア置いて一気に行こうと。次あたりついにデモニックトレードか。さあボーカルさんゴール間近だ。フェイストも持っている。フェイストを使って6786が出たら1280踏むけど、78が出ればほぼゴール確実。ここはアイテムなんですね。アイテムで、アイテムじゃないリーチャーにしましたが、アイテムで落とせるアイテムを僕は拾ってくると思いますよ。リーチャーを引く方にもおっと7000超えた。もうほぼ確実に勝ち。次フェイストで6783分の2の確率で勝ちですね。さあクインテッセンスで止めに来るしかない。しかしレベル5の土地はランプがかかってるんでレベル4にかけるしかない。6連鎖が5連鎖に落ちたぐらいじゃどうですか。まだ魔力は6800ある。まだこれは白ボーナスでゴールしちゃうんで止まりませんでしたね。おっとメズマ、ここはメズマで何か邪魔をしたいところだが、どうするか。なんかできることはあるのか。メズマでどうする。フェイストを奪えばいいんじゃないか。違ったぞ、仕事はせずフライを奪ったから。ボーカルのフェイストを奪えばよかったと思うんだが、あ、ナイトフィンドで落とす気か。さあどうする。しかしすでに遅い。バリア、この後に及んでバリアか、この後に及んでバリアかと思ったらボーカルにかけて、うまい、これはうまい。バリアを自分の守りではなくボーカルに使った。
少し望みをつないだのか、バリアを使ったことでフォーカルがヘイストを打てなくなりました。自分にそのサイコロを振るしかなくなりました。少しわずかにほんの少しだけ試合が終わるのを遅らせることができました。正当僕これはまあなんと一番出してはいけないものを出して、なんとヘイストをかければほぼ勝ちだったというのに5を出して抜群が1280手に入れた。これで1280抜群がレベル上げてゴールすれば勝ちじゃないか。なんと一気に逆転、バリア1枚でボーカルのここまで4037ラウンド有利だったのがひっくり返った。シファは風の連鎖を増やします。 TOX はこれでパーミッションか、パーミッションか、デモトレ来た、ついにデモトレ来た。しかしもう37ラウンド6ラウンド遅いんじゃないか。さあ何個途中取ったんだ、1234567891011121213、 1300G 得た。デモトレすげえ、デモトレ。そして今5分50買ったところ上げる、レベル上げと5分価値が上がって一気になんと TOX4300 まで来た。まだ勝つチャンスあるぞ。ヘイストが出たが、ヘイストが出たが使えない、ヘイストが出たが使えない。ゴール2歩手前でなんと勝ちを、勝ちが遠ざかった。しかしまだ諦めきれない。ここはアイテムでしょう。アイテムで 1280G を落とす。ボーパル来た。さあゴブリンも許さないでしょう。これはいやー面白くなってきた。このあと一旦頑張ってそこさえ踏まなければっていうところでボーカル踏んでしまいましたね。しかしまだ勝ちの可能性が減ったわけではない。デモトレにかまっている場合ではないと思いますが、どうでしょうか。ここは落ち着いてラクサスを、ラクサスのだった土地を森属性に変えた方が良かったと思うんですが、どうでしょうか。さあ踏まなければ、おお足が遅い、足が遅い。まずゴール手前で牛歩しています。あと2ラウンド、あと2ラウンド、誰が勝つか全く見えない、見えない。メグマライズもあるぞ。さあどうする。レベル4を踏むのを嫌がってフレンディープで逃げましたね。では試合を壊すのを恐れたのでしょうか。フォーサイト、何を引いてくる、デモトレか、デモトレか、デモトレを引いてくるか、フォーサイトで何を引いてくるか。ランドトランス、ランドトランスは別にいらなくはないか、使いようがありますね、まだ。さあボーカルとバスルームほぼ並んでいる、どうなるか。さあどうする、おっとチャリオット、チャリオットで、おお火の連鎖を落とすと、すごい、1個踏んだぐらいではまだ勝ち数字はなくなっていないというこの、おお試合展開が全く見えない。攻撃するわけではなく死なずに、死なずに生き残ることを選んだのか。まあガスガス1枚使わせたと見ていいでしょうか。おおっていいとこ止まった。さらにさらに来た、レベルごとに来たぞ。さあこれは落ちるのか、ゴーパル使えば落ちるが、これは守りますよね。おお、しかし次もう一回あればアイテムがなくなったんで落ちますよ。さあどうなるんでしょうか、非常に楽しみですね。面白くなってきた。まだわからない、最後までわからない。ボーカルがゴールすれば勝ちなんですが、2を出して踏んだり
足押せ、おっとゴール届かない。意外とマリオが減ってましたね。どうすか、レベル上げた、5まで上げた。ここはもう落ちないと見た。7000超えた。7000超えてもこのゲームは終わりではありません。7000を超えて指導を到達しなければこっちでもない。ウェザリング、ウェザリング、どこに打つ、そこに打つか、2の土地に打つか、2の土地に打つか。これはどう見たのか、そう風の土地にして、そこをナイトフィンドで奪えば勝ちと見たのか。おっとナイトフィンドは水に入れない。さあどうなる、どうなる、ゴーから来た、ゴーから来た、あ違う、 TOX デモニックトレード来た。さてデモトレはミックス、また1300か。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 1300G0.15678 までは出ないか。それでレベル上げができたらもしかすると、もしかしたかもしれない。さあボーカルはこっちに置いて、これレベル上げの方が良かったんじゃないか。しかし 7000G までは届かないということで諦めたのか。抜群は高い土地に止まらず逃げて終わりとした。いやー熱い試合でしたね。もうゴーから一人出しかと思ったんですが、いやー最後まで何が起こるか分からない、これがカルドセプトの面白いところですね。結局1位は抜群、2位はボーカルを超えてなんと TOX、 3位ボーカル、4位チュバ、前線離脱、脱落なんて言ってすみませんでした。デモトレの強さを思い知った試合でした。さあゲーム分析しましょう。最初から最後まで1位はボーカル、あのバリアを打たれてスライス5を出したところだけが負けだったという、それ以外は全て場を支配していたボーカル、残念です。抜群は少しずつ少しずつ土地を取って最後まで勝ちの勝機を狙っていました。 TOX は諦めず最後までデモトレを狙っていた、全く悪くありません。さあ見てみましょう。終了時魔力、魔力土地通行料収入が10回もありました。1回支払った1280は相当痛かったです。はい、なんと戦闘をボーカルが19回やって10回勝利しているという、どんだけ戦闘したんだという感じですね。はい、周回は4777、スペルをボーカル31回も使っていて、相当ブックカードに無駄はなかったという感じですね。はい、土地の数は、TOX デモトレの TOX が13個、ボーカルが11個、意外と取ってたような感じがして、取られた抜群はたったの4個で最後終わりました。凱旋から熱い試合でした。ではまた2回戦お楽しみに。また会いましょう。